はい、皆様こんにちは、加用麻里乃でございます。今日はですね、今話題の神田憲司財務副大臣についてですね、ちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、ですね、この方今ですね、税金を滞納していて、4度の差し押さえを受けていたということで、今ね追及の的となっているわけなんですけれども、どういった税金だったのかというと、不動産固定資産税を滞納していたんじゃないかというふうに言われておりまして、国会内でもですね、どうなってんですかという質問に対しては、精査しますということでのらりくらりとですね、答弁を交わしているという状態が続いているということですね。ただやはりね、財務副大臣たるものがですね、税金の滞納で差し押さえを受けるというのは、これ本当にね、ふさわしくないんじゃないかと言われるような事案で、あるわけなんですけれども、実際ですね、財務副大臣という、重要なポジションですよね、こういったところに就任する際に、身体検査みたいなものはなかったのかなと思いますけれども、いずれにしてもですね、なんとかうまく交わして、財務副大臣のポストに就いたんでしょうね。今は問題となってますけれども、今後がね、注目かなと思います。で、ちょっとここからがうちのチャンネルの、味噌ということなんですけれども、神田憲司財務副大臣、なんとですね、税理士であります。ただですね、報道によれば研修を受けていないということでね、税理士とか修行っていうのは年間ね、何単位という、単位を取るようにという形でね、要請されている場合が多いんですけれども、税理士の場合36時間、取らなければいけないのを、取らないとですね、ホームページなんかに掲載されるというふうに言われています。で、一応ですね、税理士検索をしてみますと神田さん自身はヒットするんですけれども、特にですね、研修を受けてないというような記載はヒットしていないので、2022年に関しては研修を受けたんじゃないかなというふうには思いますけれども、過去にはそういったこともあったということですね。で、ちょっとですね、この神田憲司さんが税理士になるまでのちょっと経歴をね、皆さんに簡単に今からご紹介したいと思うんですが、1991年にまず税理士になっていて、で、2000年に開業しています。で、2012年に議員として初当選をしているということなんですけれども、経歴としては、中京大学の文学部に入っていて、その後中京大学の大学院法学研究科を1987年卒業し、さらにもう一回大学院に行っています。愛知学院大学院の商学研究科を1989年に卒業するということで、これだけ見るとですね、法科大学院を2回も行っていて勉強熱心だなというふうに、感じる方も多いかもしれませんが、なんとですね、これ2002年以前にあったダブルマスターと呼ばれるものを利用したんじゃないかということも言われています。ダブルマスターに関してはですね、以前私の動画でも取り上げたんですけれども、要はですね、税理士試験を受けずに税理士になる方法というのが2002年以前はあったんですね。今は批判がですね、相当多かったので、1回も受けずにですね、税理士になれるということはないんですけれども、昔はですね、税理士の子供やボンボンの子どもに関してはですね、全く受験をしないで税理士に慣れてしまっていたんですね。免除免除免除を繰り返して、結局5科目全部免除されてですね、制度の組み合わせっていうんですか、制度の穴といいますか、そういうのを使って1回も受験しないで税理士が誕生するというようなことがあったんですけれども、これ非常に批判が多くですね、2002年以降廃止されています。今はですね、5科目中税法2科目または会計1科目が免除されるぐらいになっていると。法科大学院で税法の論文を書けば、一応税法2科目が免除される、会計の論文を書けば会計1科目が免除されるというところにとどまっていてですね、ダブルマスターをたとえあったとしても、税法1科目会計1科目は必ず受験しなければいけないという制度に、今はなっておりますけれども、昔はですね、こうやって、法科大学院を2回ね、出ることによって、全てのね科目を免除していたというようなこともあったので、この神田憲司さんはですね、税理士試験を受けずに税理士になっている、ダブルマスターの利用者なんじゃないかということも、囁かれております。はい。
まあ、何とも言えないですけれどもね、税理士としては、まあ、実務経験としてはやっぱり20年以上あるのでね、当然、しっかりとした、ね、知識を持ってやっていらっしゃるとは思いますけれども、ダブルマスターかーというのが、ね、正直な感想ですね。はい、まあ当然、まあ、ダブルマスターの方が、ね、悪いというわけではないんですけれども、まあ、ダブルマスターでありながら、そして固定資産税のですね、こう滞納によって差し押さえを受けるっていうのは、なかなかこうなんていうんですかね、議員として、またその財務副大臣というですね、役職を、についているものとしては、非常に、まあ、芳しくないというか、ふさわしくない出来事ですよね。でましてや税理士が税金の滞納によってですね、差し押さえを受けるということで、ちょっとですね、この神田さんの、まあ、属性的にもですね、税金の滞納っていうのは非常にマイナスなんじゃないかなというふうにね、思います。税理士なのに税金の滞納なんで受けるんだと本当にね、思ってしまうんですけれども、特に金銭的にね、困窮しているわけでもないと思いますし、だからなんていうんですかね、非常に税金に対するリテラシーが低いと言われても、まあ、おかしくはないようなね、形になってしまうので、まあ、今後ね、ちょっとどういった対応になっていくかは、まあ、ここからね、見ていきたいと思いますけれども、まあ、神田さんの経歴としてはダブルマスターだかもしれないということでね、ちょっと神田さんとこのダブルマスターの、ね、制度について、まあ、皆さんにお知らせしたいと思いまして、今日は取り上げさせていただきました。ちなみにダブルマスターに関してはね、一本詳しい動画をね、撮ったことがありますので、気になる方はぜひね、そちらも見ていただければというふうに思います。ということで今日はですね、神田健治財務副大臣のですね、まあ、税金滞納問題とですね、まあ、ダブルマスター疑惑についてお話しさせていただきました。今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。